動く、ミラクル神ボディ見納め、松島英美、29作目の DVD をラストにしようと思った理由。旧東進の圧倒的なプロポーションから、ミラクル神ボディとも称され、2014年のデビュー以来、コンスタントにグラビアやバラエティを中心に活躍してきた松島英美。今年12月20日にリリースする29枚目のイメージ DVD、スペシャルサンクス2。スパイスビジュアルがラストグラビア DVD と宣言している。デビュー10周年目を目前にして大きな選択をした彼女の思いとは。写真、旧東進のプロポーションが話題に、松島英美の撮り下ろしカット、9点。ゴルフ、サウナ、お酒、麻雀、スポーツ観戦など様々な趣味を持つ松島。そのうちの一つがサバイバルゲームで、サバゲー女子として仕事にもつながっている。サバゲーは芸能活動を始める前からの趣味で、お兄ちゃんに誘われたのがきっかけで始めました。もともと鬼ごっこやかくれんぼなど、外で遊ぶのが好きだったんですが、なかなか大人になって、外で走り回る機会ってないじゃないですか。装備や銃に興味があったわけではなく、ただただ外で遊びたくて始めたら、ハマりました。デビュー後にサバゲ、好きを公言していたら専門誌のイベントなどにも呼ばれるようになって。グラビアの子でサバゲーをやっている子って意外に多くて、鈴木咲ちゃんや野々宮美香ちゃんがサバゲ、好きですし、モッチー、倉持ゆかさんとサバゲのイベントでご一緒したこともあります。サバゲをきっかけに大物芸能人との共演も果たした。2018年に木村さん、ギャオという木村拓哉さんの冠番組でサバゲーをやる会があって私も呼んでいただいたんです。私も含めて6人のグラビアアイドルがいて、木村さんチーム対グラビアチームで戦う予定だったんですが、木村さんチームの人数が少なくてグラビアアイドルから1人が助っ人に入ることになって。その時に私が一番ガチな装備をしていたんですよ。もちろん私物でかっこ笑い。それで木村さんチームの助っ人に選んでいただいて、木村さんと一緒に戦わせていただきました。2020年には年間で最も DVD ショップなどに貢献したグラビアアイドルを選ぶアワード、グラビアオブザイヤーで優秀賞を受賞。翌年も同アワードで特別功労賞を受賞した。特に目標とかもなくここまで来ちゃって、こんなにイメージ DVD を出せるとも思ってなかったですし、たくさんのグラビアアイドルがイメージ DVD を出している中で、賞に選んでいただいたのは嬉しかったですし、光栄でした。2020年には現在の事務所に移籍。ゲーム、競輪、ボートレース関連などの仕事も増えた。今年11月4日には念願だったカレンダー、トライ X、松島英美2024年カレンダーも発売した。ずっとカレンダーを出すのが夢で、今年こそはと思いながら実現できず、もう諦めかけていた時に出せると決まってびっくりしました。自分で写真もセレクトさせていただいたので思い入れも深いです。30代を迎えて、体の変化もひしひしと感じている。30歳を超えてから、肉のつく場所が変わっちゃって、今までは食べても飲んでも全く太らなかったし、お腹も出なかったんです。でも、お腹が気になるようになって、試しに、大好きなお酒を控えたら、お腹が引っ込んで。今は、お酒を控えつつ、パーソナルトレーニングで体型をキープできるように頑張っています。痩せたり筋肉をつけたりするよりもキープが一番難しいらしいんですよね。以前はお尻も鍛えればすぐにボンって出てたし、キープもできていたんですけど、
最近は少しでもトレーニングに行かなくなるとすぐにちっちゃくなっちゃうので気をつけています。12月20日リリースのイメージ DVD スペシャルサンクス2がラストグラビア DVD となる。イメージ DVD って前作よりも露出を多めにするのが主流ですよね。売り上げを考えるとそうなるのも理解できるんです。私自身露出が派手な方なんですが、すごくちっちゃい下着なんかを一回 OK するとそれが次の基準になってしまう。私は無理ですってはっきり言えるんですが、言いづらい子もきっといると思うんです。今からグラビアを始める新人の子たちにも、松島英美はあれぐらいやっているんだからみたいな感じで、それが標準になっちゃったら申し訳ないなと。もちろん好きで露出を派手にやっている子もいますし、それは良いと思うんですが、私は今回でラストにしようと。スペシャルサンクス2は自身にとって29作目のイメージ DVD となる。29作目をラストにしたことに大きな意味はないんですけど、もしも30作目を出したら次は40作目を目指しちゃうと思ったんです。だから29作目を区切りにしました。今回は初めて撮影で奄美大島に行ったんですが、沖縄とかとはまた違った風情があって、空が神秘的で、私の集大成としては最高のロケーションでした。ぜひ見てほしいですね。今後も芸能活動は変わらず続けていきますが、競輪やボートレースのお仕事をいただく機会が増えて、とても楽しいんです。だから、来年はお仕事を通じて、日本全国を回りたいですね。